はい、皆さん、こんばんは、マーティン。寝ながらすいません。で、アドミアクボイ、キングタクです。え、クイズの日まだ続いてますが、えー、今度は、ドラえもんの秘密道具に関する雑学クイズを出したいと思います。イエーイ 1> 第1問。こう、頭につけるリコ、あの竹トンボ、竹とんぼ。もともとは、竹とんぼから由来した、あの、空飛ぶやつは竹コプター。ドアが開いて、どこでも行ける、えー、どこでもドアですが、 あの、引き出しの中に秘密道具があります。それは何でしょうのび太の部屋の引き出しの中に秘密道具があるんです。はい。こう、繋がっているんです。はい。正解は、タイムマシーンでした。2問目。自分が、えー、他人の子になりすます、この丸い秘密道具は何でしょう正解は、格好卵でした。では、3問目。スターのリサイタルを、 星の臭いたる、えー、新しいボールを、新しいとポールとポール、えー、金は金でも金の、そのお金じゃなくて、えぇ、ー、く鉄のくずてが出てくるやつの秘密道具は何でしょうヒントは星の形です。正解は願い星でした。あ、風が強くてすみません。4問目、自分と相手が女性だとして、 もうロープを持ったまま、まあ、体入れ替えることを何でしょう何の秘密道具でしょう正解は、入れ替えロープでした。第5問目いきます。テストの紙はもともと木でできております。その紙をライトで照らせば木ができるんです。10分後には元に戻ります。その秘密道具は何でしょう 正解は、戻りライトでした。第6問目、えー、どこでもドアの、えー、窓バージョンは何でしょう。正解は、どこかな窓でした。はい、第7問目、自分と他を入れ替えて行動するやつ。まあ、例えば、私と、まあ、寝てる犬をこう押して、 寝てるおいでと、動いてる犬と入れ替えます。その秘密道具、鉄砲みたいな秘密道具は何でしょう正解は、立場ガンでした。では、8問目。こう、書いた、えー、勉強した書いたやつを、パンにこうつけて、こう食べて暗記する秘密道具、それは何でしょう正解は、暗記パンでした。 食パンですね、もともとは。はい。では、どんどんいきます。描いたものがこう浮かび出てるやつの秘密動画な何でしょうなんか色いっぱいあってね、はい、使えます。正解は空気クレヨンでした。では、次の問題いきたいと思います。次の問題、猫の形をして正体を招くやつ、招き猫みたいな秘密動画な何でしょう 正解は、カムカムキャットでした。えー、い、犬の顔しても、吠える、ワンワン吠えて、こう、追い出す道具です。その追い出す道具は何でしょう正解は、ゴーゴードックでした。では、次で最後の問題、いきたいと思います。次で最後の問題、こう、 ライトの光が出て,て小さくするのがソモンライト。では、大きくするのは何でしょうこれは簡単です。正解はビッグライトでした。というわけでドラえもんの秘密道具雑学クイズいかがでしたか何問当たったでしょうか全問当たった方コメントお願いします。それじゃあさよなら。バイバイ。